いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ユミコンモデルズです。ようやくザク 2FZ を完成いたしました。写真に撮って残しておきたいと思うんですけれども、こういうような写真はですね、いつもはこの撮影ブースで、撮っております。トレーシングペーパーで、四角く囲みまして、その周りからストロボを当てて撮っているという形ですね。でこの写真も、まあ、記録写真としていいんですけれども、今回はこんな写真も撮ってみました。格納庫の中から出てくるような、ワンシーンですね。この写真ですね、100均に売ってる、こういうようなコンテナボックスで撮影しています。それからペンライト、これも使いました。今回はこれを撮る方法、ご紹介したいと思います。まずですね、背景を黒く落としてしまう方法なんですけれども、いろんな方法があるんですけれども、一番簡単なのは、こちらの黒い布を引いてしまうことですね。ハイミロンと言われる布になりまして、暗幕などに使われるようなものでございますので、ベルベット生地の感じになってます。これを置きます。使っているカメラはですね、一眼レフ、ちょっと古い機種なんですけども、 D7100 というニコンのカメラを使っています。一眼レフじゃなくてもですね、マニュアル操作ができるカメラであれば、撮影はコンパクトデジカメでも撮れると思います。三脚、こちらは絶対にいると思います。シャッタースピードを落としますので、手ブレしてしまいますので、それを防ぐためには、もう絶対に必要になります。ではこちらのコンテナを設置しますね。このような両方にクリップがついているアームを用意しまして、これをこういうところにくっつけて、で LED のペンライトですね。いろんな照明の当て方あると思うんですけれども、上からですね、この格子状の部分から少し光がね、漏れているような感じですね。このように光を当てながらね、雰囲気確かめながら撮ってもらったらいいと思うんですけれども、カメラの設定なんですけれども、今回絞りは8ぐらい、それから ISO 感度はカメラにもよりますが800ぐらいにセットしました。で大事なシャッタースピードですね、こちらはずっと遅くしまして、大体1秒。それからホワイトバランス、オートでもいいんですが、できればちょっと、電球にしてみたり太陽光にしてみたり、色を加えてみるのもいいと思います。で次にですね、このままだとこの今入ってる光全部を拾ってしまいますので、この部屋の電気も消してしまいます。それでは撮影しますね。撮れてるんですが、ブレてますよね。これ三脚使ってもね、やっぱり1秒とか2秒とかのシャッタースピードになりますとブレるんですね。この時はセルフタイマーを使ってください。はい、ブレなくなりましたよね。こういう風にセルフタイマーと三脚を使うことで、特別なものを使わずに撮ることができますので、お試しそれでは次はもう少し工夫をして照明を足してみたいと思います。こちらの iPhone の LED ライトを後ろに置いてみたいと思います。これで後ろから当たる光が再現できました。ただちょっとそのままの色だと、つまらないので、少し色をつけてみたいと思います。こちらはストロボについていた緑色のカバーなんです。まあこれじゃなくてもセロファン紙とかでもいいと思うんですけど、これをここにつけていきます。これで緑の光になりました。ちょっと光が強すぎるような気がしますね。ティッシュペーパーをかけておきます。もう少し正面からの光も欲しいと思いますので、こちらでもう一本使ってみたいと思います。直接当てると強いので、こう当てて返すような感じですね。光を当てて返すような感じで照明を加えたいと思います。
これで撮ってみましょう。それでは最後にですね、モノアイの光を、ちょっと合成用に撮っておきたいと思います。100均の材料や手元にある LED のライトなどを使ってこのような写真が撮れるということになります。三脚とちょっとマニュアル操作ができるカメラは必要ですけれども、それさえクリアすれば楽しい写真が撮れるということになりますので、ぜひチャレンジしていただけたらなと思います。長い連載になりましたけれども、ご覧いただきましてありがとうございました。また今後はですね、総集編なども作ってみたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。